世田川は、三重県伊勢市を流れる宮川水系の一級河川。伊勢市街地を流れる主要な河川である。江戸時代には、おかげ参りの客や、物資の輸送で大変賑わったが、第二次世界大戦以後は、陸上交通の発達によって、急速に衰退した。また、市内の生活排水が一挙に流入することで、水質汚濁が進行している。三重県伊勢市の南部。 鈴見が竹を水源とする。伊勢市を代表する二大河川の宮川と伊鈴川に、挟まれた地域を流れ、いくつかの支流を合流し、川口付近で伊鈴川と合流し、伊勢湾に注ぐ。五江川の異名を持つことからわかるように、伊勢神宮へ献上するための魚を取っていた川である。他にも、小田川、小野江川ともいう。古い文献には、勢いい田川の表記もある。 瀬田川の名は、瀬の大き川に由来するという、北新橋と瀬田川この河川の流域は、伊勢神宮との関係で発達してきた。中世あたりから河岸が形成され、下流から順に、大港、神社、二軒、茶屋、船港、川崎などの港町が生まれた。これらの河岸は、三河国や東東海国から多くの三宮客や物資を迎え入れ、瀬田の流の入り船で船、 分けて賑やか踏み陰年と謳われた。明治時代以降の三宮鉄道、三宮急行電鉄の開通により、瀬田川からの三宮客は激減、物資輸送もトラック輸送の普及により衰えた。同時に、船港や川崎のンヤ街もその役割を得た。1974年7月7日、台風8号に伴う集中豪雨によって洪水が起き、 伊勢市内13,060戸に及ぶ浸水被害が発生した。これは、七夕水害と呼ばれている。翌年に一級河川の指定を受け、国の直轄事業によって河川改修が行われた。改修により、陰包み、瀬田川傍聴水門、排水機場が整備され、川床の掘削が行われた。この時、かつて問屋街を成した川崎屋。 船港では河川拡幅のために立ち退きを求められたが住民らは反対し町屋や,や土蔵の保存運動を展開した。現在当該地区に残る歴史的な町並みはこの運動によって守られたものである。一式大橋瀬田川は三重県内でも汚染が深刻な河川の一つである。水質の悪化の要因としては伊勢市の下水道整備の遅れが指摘されている。2004年は 宮川の水質が全国1位となった一方、世田川は三重県ワースト1位を記録してしまった。近年の調査では、BOD 値は2002年2003年2005年に環境基準値を上回ったが、その値は低下してきており、水質改善が見られる年市は発表している。以下は、世田川の近くにある三重県立伊勢工業高等学校工業科学科が、 一式を橋に手調査した1996年のデータである。比較のために掲載した値は日本の河川平均値であり環境基準値ではない。世田川では様々な運動が官民一体となって取り組まれている。ここでは主なものを取り上げる。世田川きれいにプロジェクト2003年設立。愛称は世田川きれいにプロジェクトから頭文字を取った。 スキップである。約50名で出発し、水質浄化や自然環境の観察、瀬タ川とオーリャンセというカキの殻や蓄材、ヤクルトの容器を使った水質浄化材を設置するなどの活動を行っている。瀬タ川七タナバタ瀬操川を天の川におスローガンに毎年タナバタ前後に実施される清掃活動。瀬タ川七タナバタ大掃除連絡協議会などが主催し、 2009年には地元の学校や企業など74団体の協力のもと実施された。瀬田川七夕太子キャンドルナイト、宮川流域案内人のエゲ流域グループの主催で2008年7月6日に開催された。使用済み天ぷら油を使用した約700個のキャンドルが瀬田川沿いに灯された。翌2009年には100万人のキャンドルナイトの 一貫として開催され、キャンドルが4000個に増やされた。周運の再生神社港町再生グループや伊勢、川崎町づくり州などの町づくり団体によって、かつての船産宮を復活させようとする動きがある。2004年に木造汚染、水木が完成、毎週末に川崎、川の駅2軒、茶屋、川の駅神社、海の駅間で就航している。なお、船の名前、 水木はアテネオリンピック女子マラソンで金メダルを獲得した伊勢市出身の野口水木選手にちなんでいる。伊勢市は瀬田川を歴史観光交流軸に位置づけており、この取り組みを日本財団と共に支援している。須の小橋から撮影した西木水橋。ありがとうございます。